常に厳しい。押して押して。状況だと思ってます。それはだって皆さんの意思と同じように残留しようと選手たちも必死に頑張ってます。分かってるよ。分かってる。選手は結果出なくて大変申し訳ないと思ってます。はい。で。で監督の進退どう思ってですか。もう一つ、あ、監督の話ですか、はい、監督の話は春に話した通り、はい、クラブの役員会で支えていこうということを決めたことは、はい、もうそれは春でいいのね。それは春、皆さんもチームを信じて引き続き応援してください。無理だよ、無理だよ、できない。それしか私から申し上げることはできません。次の試合から誰も来ないですよ。よろしくお願いします。できません。監督のし監督はもうダメだよ。ボール来てくれよ、ね、クラブは応援するけど、もう上2人と監督はもう無理。森下さんに応援してほしくないから言ってる。あんたはその申し訳ないかもしれないけど、社長、分かる。4月と通りじゃなくて4月と今では状況が違うんだ。あんたと今違うじゃん。今置かれてる状況を踏まえてどうなの。とかもそうですけど違うじゃないですか。チームは厳しいことは分かってます。それは皆さんの方も痛切に感じてると思います、はい、日頃から皆さんのお顔とを拝見しながらそう思っています、はい、それは私自身も一緒です。ただチームを信じてやるしかないんです。今はだからトップがもうダメだよ。できないんだよ、もうそれができないんだよ。森下のラスが笑いダメなんだよ。もうじゃあさ、チーム信じてって言うけどさ、逃げ回ったらどうすんの。何を信じていいの。そうだよ、チームだって説明が菅原だ。同じこと言えない、分かるよ。でもさ、じゃあフロント2人なんで逃げてんの。GM 出てきてねえよ。なんで来ないんだ現場に。よ、菅原よ、チームは信じてるんです。フロントさんが信じられないっていう。選手も現場をやってるの分かるよ。フロントに信用ができるんだよ今の状況。そうだそうだ、どうやって俺なんだよ。スタッフ頑張ってんじゃん。どうなの、橋本さん、かわいそうだと無念かよ。スタッフ頑張ってもあんたが頑張ってねえんだよ。もうな、会社でもな、や先輩には放置してるだろうがよ。あの人に恥ずかしないですか。それは皆さんには非常に申し訳ないと思ってます。トバルさん知ってますよね。首切れよ。じゃあ森下との違うの手切ってくれよ。ただ皆さんに、皆さんと約束ができないことをここで申し上げるわけにいかないことも事実です。じゃあ俺らいいよ。じゃあ2対2で決めてくれ。じゃああなたの責任って何。なんだよ社長の責任って何。なんだ社長だけんだよ。決めてくれよ。トップが決断できなくて誰がするのこの会社。じゃあ社長、決断がどうこう言うんだったら現場の責任者の GM は今何してどこで何をしてるの。クラブは今、クラブはじゃない、GM って聞いてろ。サポーターはここにいる人たちがまず来たいのはそこじゃない。違う、GM 何やってるのはそこじゃないよ。これは申し訳ありません。何で申し訳ない。何でも言えるんだよ。それは私の力不足です。大変申し訳ありません。力不足じゃない。何なんだよそれは。何やってるか君はどうなのか把握してんじゃないの。クラブのトップとして。じゃあ首切れ今すぐ。力不足だ、止めるからやめろ。東川さん、この会社でマジで言ったら人間は力不足だ。会社で社長の次は何してるか分かんない。意味わかんねえよ。そんな会社でいいだろ。選手全然かわいそうだよ。何、本当に苦しんでやってる選手たちに何。フロントはこれどうすんのよ。意味が分かんないよ。あの春にも申し上げましたけども、夏だから春の話はいいよ。じゃあちょっと質問、最後に GM で話した、いつ最後に GM で話したのはいつですか。あなたが話したのは、はい、思い出せねえよ。もうそんな前かよ。やべえ、今すぐ要はさ、直後起きるんだよ。で記憶にありません。じゃあ最後に GM として責任取って、あれ GM 呼んでくれよ今ここに。ちゃんと話聞かせてくれよ。あなたはどこなんでしょう。もう無理、もう無理、無理なんだよ。菅原とよ、森下はよ。なんでから呼んでください。呼んでくれよ。菅原さんの連絡先ってわかりますよね。わかるよね、同じ会社の人間だからね。連絡先ってわかりますか。
かりますか。じゃあ電話しよう、電話しよう、携帯に、あの電話して来る来ないは本人が決めることかもしれないけど、呼ぶことはできるんだよ。そうだよ。監督、サポーターのクラブへの不信感はその GM のところが大きなウエイト占めてる。それはいつまでも闇にしちゃいけねえよ。明確にしなくちゃいけねえんじゃねえの。だったら本人が出てくるしかねえんじゃねえよ。みんなクラブは好きだから残ってるよ。現場がやってるからそれを応援したって残ってるよ。でもフロントは信用できねえよ。これじゃおいよ。GM が現場に来ないクラブある？他に聞いたことある？ねえよ。カーヒルドッグかな。現場に来ないんだよ。ヤクルト現場でどういうつもりなんだよ。今連絡先が分かるようであれば、これなんて皆さんのご意向は今月ある役員会でしっかりと議論してください。あと2件だよ。どういうつもりなんだよ。待てねえんだよ。今少々しろよ。連絡先が分かるのであれば、森さんこっちと来れよ。もういい加減よ。いやじゃない。いやじゃない。申し訳ないけど、明かりの電気代とか連絡せよ。悪いけどみんな帰れないよ。納得できないもん。悪いけど社長のクラブでも菅原のクラブでもねえんだよ。俺たちのクラブだから。そんなやついらねえんだよ。いられんだよ。全然待ってんね。会社でな、ちゃんと現場見てね。役員はいられんだよ。どこ行けばいいの俺たち。いや俺らどこで待てばいい。今から行くよ。家家どこ。一人ぐらい家知ってるやついるよ。行くよ。もう無理だよ。しっかり説明する義務あるよ。フロントいいよ。警察呼ばれてもいいよ。もう納得できないもん。俺たちこのクラブ守りたいもん。無理だよ。地域の財産いろんな人に支えられて今存続してるんでしょ。どうやってもらえんだよ。それはあんたら二人が逃げ回って潰すわけにいかねえんだよ俺ら。どうやってもらえんだよ。守れんだよこのクラブを。俺たちのクラブなんだよ。俺たちの6年持ちクラブなんだよ。ナンバー2が説明できない。ナンバーも説明できない。じゃあ誰が説明するのさ。ほらよ。いつも矢面に立たされて。ブカブカに垂らしやりすぎじゃねえよ。サポーターが GM と話して呼んでくれ。ちゃんと呼んでください。わかりました。呼んでくれじゃ悪いよね。じゃあ呼んでください。お願いします。お願いします。お願いします。我々待ってますので、また呼んでください。ここで揉めててクラブイメージがって言うんであれば、そのイメージを落としてるのは社長と菅原さんです。あなたたちが説明すれば終わる話なの。イメージは大事だと思いますけど、今クラブのナンバーワンナンバーツーが逃げずにしっかりサポーターと現実向き合うことが大事なの。それがやんない限りいつまでもみんなは納得できないよ。今スタジアムに来てる子供たちにこの姿見せて恥ずかしくねえの。フロントどうすんの。トップでしょこのクラブの。あなたトップとして何すんの。すいません、分かりませんじゃ解決しねえんだよ。ですからチームを信じて戦っていくしかありません。ここで解決しないんだよ。そんな話はしてないの。言い訳ばっ、言い訳ばっ。俺たちはチームを応援しないんだよ。